はい、ラブリー山田でーす。せーの、いいね。I love me. I love me. いやー。日々こう試されてるわけですね。考えることあって。例えばさ、仕事とかでも嫌なことあるじゃない？きっとあるでしょ。いいことばかりじゃないでしょ。で、その時さ、まあ、自分が悪いから、まあ、改善したりとか、いろいろ直していくっていうのも、大事。まあ、それすごい大事。あ、お疲れ様です。はい。でも嫌味な言い方とかさ、こう傷つける出来事じゃなくて、こう個人攻撃してくる人もいるでしょ。いろんな方いらっしゃるんで、まあ、そういう人もいるよねって。うん。世の中広いからね、自分が思った通りの人なんてなかなかいないよね。だって自分じゃないからね。だけどこう人の気持ちを汲み取ったりこう考えたりすることはできるでしょうね。自分の思いばかり言い続けてると目の前の人は辛いので、こう目の前の人に寄り添った、目の前の人のニーズに期待に応えるような言葉を使っていくことも大事だなって思います。はい。なんだこの話なんだ。あ、そう今日休みなんですけど、例えばさ嫌なことあったとするじゃない？友達とこでも職場でも何か傷つけられたとするじゃない？で今日休みになりました。でも引きずっちゃう時あるよね。あると思う。うん、悲しいけどね、湧き上がってくる感情はね、どうしようにもならないけど、でも切り替えていくってことは大事だと思う。うん、切り替えることはできる。うん、例えばだって休みの日なのにその嫌な人、ムカつく人のことを思ってる自分悲しくない？まあそういう人もいるよね。今はこうリフレッシュしようみたいな。じゃあ今は YouTube 見よう、読書に時間を当てようみたいな、ゲームやろうみたいな、家族のことを思おうとか何でもいいんですけど、そういう風にした方したらいいなって個人的には思います。でも湧き上がってきちゃうけどね。やっぱね、嫌な思いしたりね、ムカついたりしたね。ね。すごい、もうそれはすごい苦しんでます。うん、苦しんでたか。今は、ほぼあんまりないのでね。まあ、そういう嫌味を言ってくる人とか嫌な人も、そう。幸せになってほしいなーって。元気でいてほしいなーって。どんどん幸せになれーって。そう、恨むとね、やっぱね、良くない。良くないです、かなり。どんな人も、ね、幸せになってほしいなって。うん。ラブリーはね、そういうふうに思うようにして、かなり生きやすくなってきましたね。ほんと過去に、こう、昔、小中学校いじめられた人とかも、なんか恨んでる時ありましたけど、うん、今はもう30年ぐらい経ってるんですかね。40年ぐらい経ってるんですか。ね。幸せになってればいいなって。絶対幸せだよって。そうするとなんか気が楽になるんで、この考え方僕個人的には好きです。はい。よし。終わります。イエーイ。せーの。いいね。I love me. イエイイエイ。終わります。